ポッと忘れるところじゃった。お主らと協力関係になるにはわしのメイドから許可をもらってこねばならん。勝手に旅に出ようものなら地獄の果てまで探し尽くした挙句、お主らを誘拐犯と勘違いして皆殺しにしかねん。メイドは屋敷でわしの帰りを待っておる。ここからそう遠くはない。案内しよう。着いたぞ。ここがわしの屋敷じゃ。立派なお屋敷ですね。お金の匂いがプンプンするわ。このお屋敷に金銀財宝が。さて、アモンはどこじゃ。アモン、いるのなら返事をせい。お嬢様、一体どこに行っておられたのですか。おう、アモン。なに、わしの世界に客人がやってきたようなのでな。出迎えに行ってきたところじゃ。また勝手にそのようなこと。お嬢様は自覚が足りません。いいですか、お嬢様は。説教なら後で聞く。アモンよ、わしはこの者たちとテスタメントとかいう怪しい者どもを潰しに行く。何を言っているのですか。そんなこと私が許すはずがありません。ダメです。相変わらず融通の利かんやつじゃの。ダメなものはダメです。それからそちらの皆様もお引き取りください。お嬢様の教育に差し障りがありますので。迷い。お主、ひとまず休憩じゃ。村の酒場にでも行って一息つくぞ。お嬢様、お待ちください。くせにお酒なんか飲んで、あのメイドの苦労が少しわかる気がするわ。何よ急に。こっちは取り込み中なのよ。僕も早くこの村を魔物から救うわよ。朝から酒なんか飲んでる場合じゃないわ。一人で話を進めるでないわ。まったく、こうなったらこの小娘は止まらんからな。僕のターンで見ちゃう。